船橋市にはスポーツやボランティア活動を通じて地域に貢献したい方や仲間づくり、生きがいづくりをしたい60歳以上の方を応援する2つの学部からなる船橋市民大学校があります。今週の船橋シティニュースでは新たな学びと出会いを応援する市民大学校について詳しく紹介します。船橋市民大学校には18歳以上の方を対象にした地域のまちづくりを学べるまちづくり学部と60歳以上の方を対象にした生きがいと仲間づくりを応援する生き生き学部の2つの学部があります。講座は週1回で在学期間は1年間、毎年およそ500人の方々が入学し学んでいます。11月29日土曜日には来年度の受講生募集を前に入学の希望者を対象としたオープンカレッジが開催されました。このオープンカレッジは卒業生たちが中心となって企画運営し、これから入学を希望する人たちへ各学科の学習内容や卒業後の活動内容を紹介しました。今回ですね、まちづくり学部、残念なことにここ数年ちょっと一時募集で定員割れもしてますので、この際まちづくり学部を PR しようという形で卒業生団体によるオープンカレッジを企画しております。まちづくり学部は全部で4学科あり、地域で積極的に活動するための知識を身につけ経験を積むことを目指します。障害学習サポート学科は市民の学びを支援するボランティアの人材育成を目的とした学科で、卒業生は障害学習コーディネーターとして公民館事業の企画や運営に携わっています。障害学習サポート学科に入学していただきまして、その1年間就学した後に我々のコーディネーター連絡協議会に入会していただきます。たくさんの人との付き合いができる、これが大きな我々はみんなの楽しみではあり生きがいだろうというふうに思いますので、ぜひ入学していただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。スポーツコミュニケーション学科では主にレクリエーションや K スポーツなどを学びます。卒業生は市が主催・講演するスポーツに関するさまざまなイベントにスタッフとして参加しています。スポーツを通しまして障害健康に過ごせるようにと仲間づくりをしております。楽しい仲間づくりをしておりますので、ぜひ皆さんもスポーツコミュニケーション学科の卒業をされて、それでスポケン、スポーツを健康推進する会の会員さんになって、一緒に地域のために頑張っていきたいとお願いします。ボランティア入門学科は福祉や環境、まちづくりなどのさまざまなボランティア活動の体験を通して自分に合った活動が探せる学科です。卒業生は自ら地域でボランティア活動をすることはもちろん、ボランティアサロン船橋を設立し、自分に合った方法で地域の役に立ちたいと考える方々の情報交換、学習、親睦の場を提供しサポートしています。ボランティア入門学科は、これから何らかの形で地域で活動したいと考えている方々に、自分に合った活動を探したいという方に特に向いている学科だと思いますので、ぜひ入門学科に入っていただけたらと思います。船橋マイスター学科では船橋の歴史や文化、産業などの学習、研究を行い、今まで気がつかなかった船橋の姿を再発見して、その魅力を案内できる人材の育成を目指しています。船橋の自分のですね、地元の文化とか歴史とか産業をですね、知ってほしいことですし、また海がありますし、山がありますし、川もありますので、ぜひ一つご入学をお願いいたします。もう一つの学部、生き生き学部は60歳以上の人が対象で、一般教養、健康、パソコンなど5つの学科に分かれ、
楽しい学生生活を送りながら、高齢者の生きがいづくり、仲間づくりを目指しています。会場に設けられた各学科のブースでは、パネルや写真展示のほか、卒業生からのアドバイスもあり、訪れた人たちは熱心に聞いていました。何かこう社会に貢献したいというのがありまして、ちょっと来てみようかなと思って来たんですけども、非常に有意義だったと思います。一過性のものではなくて連続性のものがあるかな。でそれで船橋の街が良くなれば、とても素晴らしいことじゃないですか。そういう中の一つのお役になれればいいかなっていうようなきっかけになりました。オープンカレッジではその他にも、市内で活動する人たちを講師に招き、講演会や歌などが披露され、参加者は船橋の魅力を再発見していました。今までよりもいろいろその見る幅が広がって、いろいろなところに行ったりして楽しみが増えました。みんなでこう和気あいあい、いろんなことを楽しみながらですね、新しいことをやっていくと、そういうところが一番楽しいことだと思います。定年退職、シニア、子育て等終わった後ですね、地域での仲間と一緒にですね、障害学習、地域学習を進めていくという最適な学部と思いますので、地域のために、また自分の生きがいのために頑張っていただけたと思います。市民大学校は学びと仲間づくりの場として、皆さんのご入学をお待ちしています。さて、年末に大掃除をされる方も多いのではないでしょうか。私たちが出す不燃ごみや粗大ごみには、金属など再利用可能な資源が含まれています。船橋市にはそうした資源を取り出すことのできる施設があります。こちらの西浦資源リサイクル施設では、不燃ごみや粗大ごみの中から鉄やアルミなどの有用な資源物を回収して再資源化を行っています。この施設は資源を繰り返し利用することで環境への負荷を減らし、限りある資源を有効に活用する循環型社会へ向けて、平成25年4月にオープンしました。8400平方メートルの敷地内で、1日およそ63トンの不燃ごみや粗大ごみを処理することができます。ごみを処理する機器をコンピュータで管理したり、各工程に設置された監視カメラで処理状況を確認したりすることで、少人数での効率の良い運転を実施しています。こちらのリサイクル施設は、船橋市内で発生する、不燃ごみ、粗大ごみから資源になる鉄分やアルミ分を取り出すリサイクル施設と、なっております。こちらは処理していく中で発生する、ホコリですとか匂いですとかは、機械を使いましてですね、環境に影響を与えないような環境に優しい施設となっております。朝、市内で回収された不燃ごみと粗大ごみはプラットフォームに運ばれ、不燃ごみ、不燃性粗大ごみ、可燃性粗大ごみに分けられます。不燃ごみは不燃ごみ受け入れホッパに投入され、その後機械で袋から中身を出し、手選別コーナーでスプレー缶や乾電池、ライターといった不燃ごみとしては処理できない危険物などを取り除いた後、破砕機へと運ばれます。電化製品やスチール棚などの不燃性粗大ごみは、粗大ごみ受け入れホッパに投入され、鉄やアルミを取り出しやすくするために、高速でぐるぐる回るハンマーでごみを小さく細かく砕きます。砕かれたごみの中から強力な磁石を使う磁力選別装置で鉄を回収します。その後、破砕物選別機、アルミ選別機の2つの機械を通し、最後に磁力を使ってアルミを回収します。回収された鉄とアルミは再生工場へ運ばれます。
鉄は鉄筋などの建築資材、アルミはアルミ缶やアルミサッシなどへリサイクルされます。布団や木製家具などの可燃性粗大ごみは火災機で細かく砕かれ、製造工場へと運ばれて焼却処分されます。このように船橋市では限りある資源を有効に繰り返し使う社会を目指しています。また地球資源を守るための 3R も推進しています。 3R とは資源の無駄遣いを減らし、ゴミを減らす、リデュース、もう一度使えるものは廃棄しないで繰り返し使うリユース、そして廃棄された資源を再生し再び利用できるようにするリサイクルです。地球の環境に配慮した循環型社会を作るためには、市民一人一人が 3R を実践し、ゴミを減らすという意識を常に持ち続けることが大切です。ゴミ収集ステーションは、家庭から出るゴミの出発点です。それでは、ゴミの分別でご注意いただきたいことをいくつかご紹介します。瓶缶は資源ゴミになります。ペットボトルも資源ゴミの一種なんですが、これにつきましてはそれぞれ回収袋が別にございますので、そちらに入れていただきます。スプレー缶とボンベにつきましては資源ゴミとして出していただきたいと思います。中をすべて使い切りましてお出し願いたいと思います。不燃ゴミで中が入った状態で出されますと、西浦資源リサイクル施設において破砕処理するときに爆発する恐れがありますので、ご注意願いたいと思います。使い捨てのライターにつきましては中のガスをすべて抜き取ってください。そして水に浸しまして可燃ゴミとしてお出しください。乾電池と蛍光灯につきましては分別収集を平成25年度から行っております。乾電池につきましては透明の袋に入れていただきたいと思います。それから蛍光灯につきましては入っていた箱あるいは新聞紙にくるんでいただきまして割れないようにしていただきたいと思います。小型家電につきましては平成26年の2月より開始しております。船橋市役所の本庁舎はじめ市内4カ所に回収ボックスを設置してございますので、そちらの方をご利用願いたいと思います。生ゴミにつきましては水くりをしっかりしていただきまして、それで出していただきますとゴミの減量化につながりますので、よろしくお願いいたします。詳しくは市が配布している家庭ゴミの出し方を参考にしてください。続いて年末年始のゴミの収集についてお知らせします。年末は12月30日までゴミの収集を行います。年始につきましては1月5日からゴミの収集を開始いたします。特に年末は大掃除等でゴミがたくさん出ますので、計画的にゆとりを持って出していただきたいと思います。また清掃工場等におきまして市民の皆様が直接ゴミを持ち込みされる場合もあると思いますが、それにつきましても余裕を持ちまして計画的にお出し願いたいと思います。ご協力よろしくお願いいたします。年末は大掃除などで家庭から出るゴミの量も非常に多くなります。ゴミを出す際には各家庭での分別をお願いします。それでは最後にお知らせです。参加しよう、大事な一票自分から。12月14日日曜日は衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日です。あなたの一票を国政へ届けましょう。12月13日土曜日、船橋大神宮を会場に船橋朝市が行われます。地元船橋産の新鮮で美味しい農産物や船橋漁港で水揚げされた魚介類などがたくさん店先に並びます。また船橋の味をその場でも楽しめる船橋産の食材を使った料理や船橋セレクションで認証された一品も販売されます。地元の旬の味覚をお楽しみください。それでは今週はこの辺で失礼いたします。